スポーツジャストワンをご覧いただき、本当にありがとうございます。この動画の下に、皆様の毎日をブラッシュアップしていただける、素晴らしい朗報もありますのでどうぞ。ショック。赤裸々に語ったサイン盗み。今年の選抜甲子園は、平成初代王者の東邦が、平成最後の大会も制して幕を閉じた。大会期間中、大きな話題となったのがサイン盗み騒動である。敗れた星稜の監督が、試合後に勝った習志野の控え室に押しかけ、二塁走者から打者へのサイン伝達組を抗議した。ここまでは、多くの報道陣の目の前で起こった事実である。ただし、星稜監督の根拠は状況証拠であり、習志野側は認めてはいない。つまり、現時点で真実だとは言い切れない。少なくとも紛らわしい、疑われても、仕方ない行動があったのだから、習志野が悪い。いや、星稜だって主張が正しくても、方法は間違えているぞ。簡単泣く泣く、議論百出。本校は、映像や双方の主張を改めて検証することがテーマではない。今回の騒動を高校野球を考え直す絶好機と捉え、プロ野球関係者、現役、指導者、スタッフ、OB30 人へのアンケートを実施した。質問は、シンプルに、あなたは、高校時代に、二塁走者によるサイン盗みと伝達をやっていましたか？目的は告発ではないので、匿名とし、今回の当該校卒業生は含まれていない。括弧内は、年齢、地域、自身の甲子園出場歴の有無、その高校の全国優勝経験の有無の順に記した。強い学校は当たり前のように、完全肯定。強い学校は当たり前のようにやっていました。だから、今回の星稜には、何を今更という思いもありますよ。習志野だってやり方が下手。伝達方法はいろいろと工夫しましたね。一番バレないのは、首の動きで伝えるやり方です。二塁ベースを見て確認すれば変化球、しなければストレートみたいに。やらないかいっていうのも作って、念入りにやっていました。お互い様なので、盗まれないように、バッテリーのサインはアウトカウントによって変えていました。20代、関東地方、出場あり、優勝なし。僕たちは、選手だけのミーティングをやって、伝え方を決めていました。多くの学校がやっていたので、対戦チームを観察する技術も身につきました。例えば、試合の時に、下級生が、外野のファウルゾーンで、ボールボーイをやるじゃないですか。〇〇高校は、そこからサインを盗んで、打者に伝えていました。右打者なら、一塁側のボールボーイ、左打者なら三塁側ですね。30代、関東地方、出場あり、優勝あり。正直、〇〇高校は実力校だが、激戦区で甲子園とは縁遠い。そのクラスもやっている。天気は、横浜 VS、PL、さよならボークでも悲劇。監督や部長からは、お前たちは、そんな野球をやるな、って教えられていました。でも選手たちでやりました。それを監督が知っていたかどうかは、わかりませんが。理由は勝ちたかったから。そこにつきますね、20代、出場あり。もちろんやっていました。勝ちたいですから、20代、東北地方、出場なし、優勝なし。この証言の重要性は、必ずしも、指導者からの命令ではないという点にある。伝達組のターニングポイントは1998年だ。この年の甲子園では、松坂大輔擁する横浜と PL 学園が激突。三塁ベースコーチの平石洋介、楽天監督が、捕手の構えから球種を予測し、いわゆる声かけで打者に伝えたとされる PL 学園は、バッテリー、撹乱が目的だったと否定。また、史上唯一のサヨナラボークで決着した試合では、二塁走者が、いる時には二度サインを出す事前の約束ごと、猛暑と疲労で投手が忘れた。二度目のサインが出た時に、思わずモーションを止めてしまったために起きた悲劇である。
なお、その瞬間、二塁走者が打者に伝達する動きがはっきりと映っている。つまり、当時は野放しだったために、高野連は翌99年に禁止を通達。ところが、ここまでの証言者はいずれもそれ以降の球児である。高野連の通達は全く効果を発揮していないどころか、むしろ巧妙化に拍車をかけた逆効果の可能性すらある。50代、まっすぐとカーブしかなかったから。やってはいたけど、サインを盗んでいたのか、捕手の構えを伝えていただけなのか。いずれにせよ、自分たちの頃は球種なんてまっすぐとカーブしかなかったから、50代関東地方出場割、優勝割、今のような複雑なものじゃないけどあったね。60代関東地方出場なし、優勝なし。年代が上がると現在よりはるかに牧歌的ではあったようだ。はっきりと認めたのはここまで。やられる方が悪いと教えられた。部分肯定あったけど、自分たちはやっていない。ライバル校に盗まれないサインは決めていました。球種、コース、肯定、この3つで成立するサインにするんです。今も高校の指導に携わっていますが、伝統は同じです。やらないけどやられないよう教えています。私の目から見て、四角四角、同県のライバルはやっていると思うので、50代九州地方出場割、優勝割、うちにはなかったですけど、三角三角、県内のライバルってやってそうじゃないですか、かっこ笑い。あそこと当たるのは決勝だから、決勝と四国大会、甲子園だけで使うサインもありました。でも結局エースはサイン通りに投げ切る力がなかったですね。20代四国地方出場割、優勝割、その三角三角はというと、世の中のイメージとは裏腹にサインの伝達はやっていないという。ただし監督からはやられる方が悪いと教えられていたので、バッテリーのサインは工夫していました。じゃあ何もやましいことはなかったのかというと、ある意味もっと悪質かもしれません。打席で投球を待つ際に一瞬だけ捕手に視線を送るんです。どちらかに寄っていれば球種も大体は分かりますから。30代四国地方出場割、優勝割、サイン盗みで打てたことはない。二塁ランナーじゃないですけど、何かの癖が分かればランナーコーチからの指示はありました。30代東海地方出場割、優勝割、うちもランナーコーチからのいわゆる声かけはありましたが、正直荒れて打てたことは一度もありません。30代関西地方出場なし、優勝割、サインを解読する知恵すらなかった。全否定。実は筆者も意外なことにこれが最も多かった。イメージ的にはやってそうな学校だと思われますが、本当になかった。40代東北地方出場割、優勝なし、恩師は細かい野球で有名な某名門の OB だから、いろいろなテクニックは教わりましたが、それだけはなかった。40代関東地方出場割、優勝なし、うちは古豪ですが、少なくとも僕たちにはサインを解読する知恵すらなかった。正直プロに入ってからそういう野球の存在を知りました。40代東海地方出場割、優勝なし、以下20代から50代までの自身を含む優勝経験校の出身者8人、自身が甲子園に出場した4人、出場できなかった4人がやってなかったと口を揃えた。大学プロ経験者が指導者となり、時効だから正直に話せる人間と匿名であっても秘密は墓場まで持っていく人間がいる。ただしこの全否定派も含めた中に、大学ではあった、プロではやったという人間が少なからずいたことは聞き逃せない。兜の入れ替えがあるリーグでは特にあったという証言が多かった印象だ。つまり大学やプロで高度な野球を経験した人間が指導者となり、技術として高校に還流した可能性が高い。昔の選手宣誓は
必ず正々堂々戦いますという文言が入っていたでしょ。勝つことよりも過程が大切だと今の指導者は教えていないんですよ。プロでもそう。自分で癖を分析するんじゃなく、仲間にサインを教えてもらって打っているやつは頭にぶつけられても文句は言えない。ところが、様々なフォームが進化して、その覚悟もないままに、そうした行為がはびこっているんですよ。60代、関東地方、出場あり、優勝なし。なぜ、エースだけにひたすら投げさせるのか。なぜ、サインを盗み、打者に伝えようとするのか。枝は分かれて見えるが、根は同じである。サイン盗みは退場にしろ、反則負けでもいい。原発主義を唱えるのは正しいように見えて、実は愛意である。根を直さなければ何も変わらない。草しげみベースボールの道しろし、小西と馬、文。まとめの声。完全否定が一番多かったのは救いです。二塁走者のサイン盗み禁止がルールである以上、守るのは当然です。高校野球では、全員が守らねばなりません。やっているところがあるのは情けないです。ルールを破って勝っても何にもならないことを理解するのがスポーツです。ずるいことをして勝っても何にもなりません。ルールに従った勝利でなければ意味がありません。全員が守るようにしっかりと制度とハードの面でも開発していく必要があります。プロ野球で投球前に捕手の位置をキョロ見する選手がいます。本当に恥ずかしいですね。見苦しくて苦笑してしまいます。交通法規も全員に適用されねばなりません。スピード違反の取り締まりは偶然その時間にその場所を通過している車両のみに適用されます。何か不公平感が生じます。しかし野球の試合なら試合をしている選手全員がその場にいるのですから全員適用は可能です。平等に適用できる試合なのでしっかりした判定の後違反者には罰則を設けるのが当然です。それができるように知恵を絞り不公平感のない本当のスポーツとしての野球の発展を祈ります。また余談ですがサッカーのように審判の見ていないところとかスルーされる程度と判断したような反則だらけは本当に見苦しいです。真のスポーツではないですね。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。